万貌開拓平和記念館は、長野県下稲郡あちむら駒場にある博物館。旧満州に入植した万貌開拓団の苦難の歴史を伝え、平和の尊さを次世代に語り継ぐために設立された満州移民主を扱う日本で唯一の民間施設である。同館は、設立を立案、主導した飯田日中友好協会の事務所としても利用されて、 おり、また2019年に、団体学習用のセミナー室や映像室などが新設され、施設が拡充されている。長野県は、その人口支持力を大幅に上回る農村の人口過剰と口減らしの必要性により、万毛開拓移民を国内で最も多く送り出した地域であるが、開拓団員経験者の高齢化が進む中、開拓の背景と実情、 また敗戦後の引き上げの苦しさを伝える全国初の施設として開設された。中国残留孤児の帰国に尽力した、阿ちむの僧侶、山本重明の活動を伝える資料も展示している。展示は八区分からなる。序章は、万毛開拓に至る時代背景を解説する。当時の映像を流す展示は、広大な土地を馬校する様子を壁一面に映し出す。 敗戦と逃避業は、ソ連軍の参戦以降の日本軍の撤退と置き去りにされた開拓団員が現地人の襲撃を恐れながら、殺島に向かう様子を地図上で見ることができる。2014年6月、万毛開拓団の生活などを中国の目撃者から聞き取る活動を中国国立交渉法政権で行った。入植の状況や入植者の生活の実態をはじめ、 1945年8月15日の敗戦前後の逃避業の状況についても聞き取りを進めた。集めた資料や証言は同年秋にも日本で公開される予定である。2016年に秋人天皇と皇后道子が行行。翌年2017年には天皇皇后両陛下の来訪を記念した石踏みを混流した。 シナの毎日新聞2013年4月25日号一面33面記事、朝日新聞2014年8月19日号夕刊一面記事、飯田日中友好協会の概要。2020から01から26閲覧。AB、万毛開拓平和記念館建設事業の主な経過。2020年1月26日閲覧。 万毛開拓平和記念館のセミナー旨が完成。長野県日中友好協会。2020年1月26日。参照。朝日新聞2014年8月19日号夕刊一面記事。ありがとうございます。